受けだけで相手を戦術をさせるっていう、いつも親指を曲げてこう拳を押さえるっていうね。例えば中段突きでもここを受けてもまあ入ってく、突き入ってくるので、確かに、まあ、例えば親指を曲げるっていう話もあったんです。ここを止めるとかですね。でこれで入ってこないとか、もう一回分かります。まあ、これだと入ってくるし、ここを受けるともう突きが入ってくるとして、ここを受けても突き入ってくるので、いつも親指を曲げてこう拳を押さえるっていう、例えばへえ、全然違う、はい、これ入らないじゃないですか。まあ、これと一緒ですね。上がる、はいはいはい、はい、でまあ骨ですね。これで骨で受ける、まあ、力で受けるっていう技じゃなく、うん、技で受けるっていう受けじゃなく、まあ、力と技は一緒に、はいはい、体の使い方同じ骨聞く聞く、ね、ここで受けるっていう、はいはい、違う、こっちまで来るね、はいはい、こっちまで響きます。うん、ここだけじゃなくても OK、 ここ例えばついてきたものもゴーンって受ける、この筋肉の厚みだけじゃなくで入ってくるのもあるんで、ここだともう入ってるのと近いところですね、はいはいはい、さっきそのここで当てるっていうこれだけです。すいません、大丈夫大丈夫、これで構えてガーン。でもほら、相手に突かしてさ、はい、それをポンってやったじゃん、はい、それ中先生の突きでもできるのかみたいな。できません。あれそれできるできる、聞く楽しいですね。だって今体ゴーンって言ったでしょ。こうもう中学生が空手がごっこしてる的な感じを、あの七段同士がやってるのは、今本当ここ視点に後方からいやすごいですよ、すごい面白い。